はい、ということで今日は買い物に行きます。イエーイ。今日はね、なんか最近できた平塚のアウトレットに行きます。いいね、いいね。新しいとこってね、楽しいよね。それね、めっちゃ楽しみだよね。めっちゃ楽しみ。こっからまだ結構時間がかかるのでゆっくり行きたいと思います。でもうなんか何があるのか分かんないけど、絶対さ新しいから綺麗だからめっちゃ楽しみだね。いやそうね絶対綺麗。ご飯もねあるからね。そうそうそう、何食べようかなって感じ。それは考えつつ行こうね。アミの運転で向かいます。はい、お願いします。お願いします。もうすぐ着くのかな。まだですか。もうちょいなのかな。あんまり分かってないけど、今日さあいにくのお天気でなんか最近天気悪くない？いや梅雨だもん。もうこれ梅雨なの？まだ梅雨入りはしてないけど、ほぼ梅雨。天気悪すぎ、ほんとね。もう雨でさ湿気やばいからさ、ね、髪の毛ボソボソでも許してほしいそれも前髪さ、まあ湿気のせいじゃなくて自分でさオイルつけすぎちゃったんだけどさ、うん、めっちゃバーコードみたいになっちゃったんだけど普通に失敗してんじゃん普通に失敗したけど、でも余計この湿気のせいでウェットになるじゃん。なるなる。こういう日はねオイルつけないのがいいよね。やっちゃったもん。やっちゃってるわ。それはつけすぎちゃった。ではもうちょっと経ったら着いたらね。もうあとはい、到着しました。やばい、めっちゃ綺麗なんだけど、ね、意外と人が多い ね。そうだね。あとみんな屋根の下に集まるからということでね、今からご飯をちょっと探しに行きたいと思います。あ、ご飯探しだね。最初からご飯探しだよ。え、食べない？食べる。そうだよね、ご飯探しに行ってきます。フードコート的なところにも立ってます。買いました。ご飯待ってます。さあ何が来るかな。絶対も分かってる何が来るかな。あ、ちなみに私は運転中ちょっとロングスカートが邪魔性だったので、着いてから着替えました。ミユはこちらです。わー、美味しそう。韓国の屋台セットってやつで、スンドゥブとキンパといろいろついてます。で、アミは海鮮丼、五色海鮮丼だよね、うん、めっちゃ美味しそうじゃない？やばくない？やばい、食テロすぎる。いただきます。美味しそうすぎ。ねえ、マジで垂らさないように気をつける。え、マジで気をつけよう。アミは醤油飛ばさないように気をつける今だよ、今一番今。怖い、怖い、怖い。超怖がるじゃん。だってもう昨日やったんだもんね。つい昨日だもん。そう、辛いのかな。あ、そんな辛くないかも。
かんない、もう食べ続けてたらちょっとピリ辛。あーめっちゃ美味しい。あー辛い辛い、やっぱちゃんと韓国料理、韓国料理めちゃくちゃ美味しそう。いただきます。すごいサーモンの下からもマグロが出てきた。え、ね、すごいボリュームがすごいこれ。え、サーモンやばいよ。見て。贅沢に1枚いっちゃいます。やばい。入るかな。え、贅沢すぎるわ。キンパ食べよ、キンパ。シンプルに美味しい。うん、これイギリスかね、チョコはエビゾーン。おいしい。え、じゃあキンパもらう。で、キンパさ、あのスンドゥブにつけて食べたい。うん、めっちゃトロトロじゃない、うん、トロトロ、うん、絶対美味しくない。見て、絶対美味しい。スンドゥブ漬け、うまいでしょ。はい、ちょっとね、これお茶漬けみたいにしてきました。美味しそう。やばくない、絶対美味しいよね。ホタテ絶対焼けない方が良かったのに焼けちゃった火通ったさ、海鮮丼のさ、最後のこのお茶漬けが美味しいよ。うん、らしいみたいな。まあでもみゆさ、そこまでさ、残せない、なんか残せない、難しい。食べていっちゃうじゃん。え、なんで最後が楽しみじゃないの。だって別にさ、それ取られるわけじゃないんだよでもなんか残せない。食べたいって思っちゃう。わかんない。甘いもん食べなきゃ帰れない。あ、そっちなんだ買い物しに来てるけどね。じゃあ今からちょっとお店を見てきます。確かに可愛い。ダンス行く時とか使えそう。うんうんうん。白がいいね、やっぱり。可愛い。食べ終わったばっかなのにアイス見てる。あのー、あ、それ美味しそうだなって思った。絶対美味しい。甘いものを食べたいんだよね。どうしても。後でね。後で。ちょっと待ってからにする。はい。すごい、だいぶ雨が降ってきた。あ、そこ、ここ渡んなきゃ。もう屋根探しに必死なんだけどえ、今日すごい雨さ、あの、何、あの、ナチュラルフェイスって感じしない？ナチュラルフェイスって分かる？ナチュラルメイクではなくてメイクだ、メイクなんだ、メイクだすごい木がいっぱいで、なんかグランピング施設に来たみたい。確かに。ここで今飲む？でもね、アイス食べたいんだよな。ああ、え、アミはなんか飲みたい。やっぱりスタバかな。クリームもりもり多くなっちゃいましたって言ってたもんサービスかな。スタバゲット、ゲットゲット。いただきます。いただきます。あー、念願やばい。
しいのめっちゃ美味しい。ちょっと変なとこ入っちゃった。え、本当に美味しいよ。やばいよ。うわあ、え、やばくない？チュッパチャップスのいちごミルクの味する。確かにめっちゃ好きだったんだよね、ミヤ。あれそうなの？うん、あ、うまいね。うん、こんなに甘いんだ。あ、本当に美味しすぎる。え、めっちゃ美味しい。うん、え、なんかでも多分もう遅れてんだよな。確かに結構前からあんじゃん。だってメロンも出る前だよね、いちご。あ、違うよ。え、メロンの次のいちご。あ、そうだっけ。だから次また新しいのが出るんだけど、次のやつが出た時にこれがなくなっちゃうかもしれないからって言って今日飲んでるから。滑り込みだね。よし。え、どうすんの？クレープ買いに行くの？クレープ買いに行く。ちょっと今からクレープ買いに行きます。狙ってる子みたいになってる。久々にクレープ食べた気がする。もうね、結構いい時間なのに ね全然買い物進んでないから。もう何してんの本当に。お店を見たい。お店探しに行ってきます。はい、行ってきます。行くよ。行ってきます。はい、嬉しい。よし、やっぱ何かしら買いたくなっちゃうからね。そうだよね。買い物したね。買い物した。でもさ、こんだけ見た割には全然買ってないのよ。もっと爆買いしたかった。確かにね。なんか意外と時間なかったね。そうなの、時間がなかったのね。でも満足。え、また来ようね。え、そうだね、うん、来るのがちょっと遅くなっちゃったからあれだったけど、うん、もうちょいここ1日行けるよ確かにね。だからもっとゆっくり来よ今度。そうだね、うん、はい、ということで今日は安全運転で帰りたいと思います。はい、お願いします。はい、いっぱい食べて、買いたいものも買えて、幸せなアウトレットの旅でした。イエーイ。ではまた。バイバイ。